はい、どうも皆さんこんばんは、ヨキャラです。ということで今日もエナジードリンクね、紹介をしていきたいと思います。それがね、今回ちょっと紹介するのがちょっと珍しい、国で言うとルクセンブルク。ちょっとね、ピンとこない人もねいっぱいいると思うんですけれども、そう、あのルクセンブルク産のエナジードリンクで、ちょっとね珍しいかなと思います。で、なんとね価格がね300円ぐらいしました。あの300円です。はい、というわけでちょっとね、実際にね飲んでいきたいと思います。それがこちら、じゃじゃん。はい、エナジードリンク、なんだろうね、なんていうんだろう、28ブラックアサイー、味はアサイーですね。で、パッケージすごいですね。このなんか鶴みたいな鳥がいて、でもオールブラック、ブラックでグレーっていうようなパッケージになっています。ルクセンブルク大公国のアサイーフレーバーの美味しいエナジードリンク、美味しいって書いてありますね。で、これが、100ml あたりエネルギー49kcal、で、カフェインが、カフェインに関しては書いてないな。普通カフェイン書いてあるんですけどね。え、ほんと書いてない。あ、カフェイン書いてないですね、これ。だからカフェイン量がちょっと不明なんですけど、ちょっと早速ね飲んでいきたいと思います。なんて読むんだろう、28ブラック、28ブラックだろうな。はい、では早速でね、これ 250ml 缶になってます。浅いだからあれかな、なんか紫とかそんな色なのかな。あ、小豆色です。うお、めっちゃピンク。いい感じですね、うまそう。なんかカシスオレンジみたいな色ですね。めっちゃ紫です。あ、匂いはね、匂いはパッションフルーツみたいな。ちょっといただきます。お、あのね、すごいフルーティー、フルーツ感がすごい強いですよ、これ。なんかエナジードリンクっていう、なんかエナジードリンクって独特のなんかこう、なんか後味みたいなのありますけど、そんなないですね。うん、あ、これ うまいわ。あのね、すごいフルーツ感が強い。本当にアサイーと、これハーブが入ってんだ。はあ、なるほど。なんかね、カクテルみたい。うん、ちょっとお酒とかにありそうな味。いや、いいんじゃないですか、これ。なんかね、この味ね、マンゴー味もどうやらあるみたいなんで、ちょっと次、マンゴー味とあとカロリーゼロ、ノンシュガーみたいなのあるみたいなんで、ちょっとね、飲んでみたいと思います。これね、フルーティーだね。すごいね、果物、うん、アサイ、まあアサイなんだろうけど、アサイの味が濃いかなっていう感じですね。うん。なんかちょっとね、カクテル、なんかバーとかで飲む感じの味がします。皆さんもね、ぜひ。ちょっと商品名間違えてたらごめんなさい。28ブラックアサイ、ぜひ飲んでみてください。ルクセンブルクさんです。ではまたお会いしましょう。ウェイ。